カナダのウィニペグにある小学校でスカンクが原因で異臭が発生し、生徒たちは地域の施設で授業を行わざるを得ない事態となりました。スカンクが侵入した結果、教室内に不快な匂いが漂っており、改善されるまで他の場所で学習を行います。スカンクのおならには毒素は含まれていないものの、その匂いは大変不快です。学校側は近日中に状況が改善されることを期待しています。生徒たちはしばらく地域のコミュニティクラブや図書館などで仮設の教室で授業を受けています。野生動物と人間の共存の難しさを再認識し、地域が協力して教育を続ける姿勢は素晴らしいと感じます。